朝の中学校、高等学校、朝の中学校、高等学校、朝の中学校、高等学校は、神奈川県横浜市神奈川区小安田一丁目に、所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校、高等学校においては生徒を募集しない、完全中高一貫校、実業家、朝野総一郎が、明治期に欧米を視察し、 フォードモーター等米国の有力企業で人材教育が重視されていることを受け、当時の日本の教育が教養主義に偏っているのを憂い、1920年、大正9年、朝野総合中学校を設立。レイリーシステム、施設利用の効率化による、勤労主義、実学教育、広い視野の獲得を導入し、学校内に実習工場を設置。 幅広い知識と実践的指導力を身につけさせる科学技術教育と実用的な語学教育を特色としていた。旧校名である浅野総合中学の総合には教養主義に陥らない幅広い知識と実践的指導力を見つけさせるという意味が込められている。実学主義に基づく幅広いバランスの取れた教育を行うという新しい理念を持って創立された学校である。 教養と高度な職業能力を合わせ持ち、リーダーシップを発揮し得る人材を、朝の財閥各社を恥とする企業へ供給するということを意図していた。戦後の学生改革に伴い旧生中学を改組し、中高一貫体制を確立、進む学校を施行する。1980年代頃より、南関大学への進学実績を伸ばしている。 神奈川の男子私立後三夜の一つに数えられている。京浜工業地帯、横浜ベイブリッジを眼下に見渡す高台に位置し、どん点でもよく見える。晴れた日には遠くに、富士山を望むこともできる。五万八千六百五十五メートルの広大な敷地を、有し、そのほぼ半分は、浅野総一郎王像がある、銅像山と呼ばれる、自然林に占められ、豊かな緑で包まれている。 高知の東側に隣接する小安大公園は、戦前まで高知の一部であったが、戦時中に陸軍に、校舎法人地として接収され、返還されることなく、公有地となったものである。旧正中学時代からの出実合見、番から機室であると言われている。中高一貫教育であり、クラブ活動への参加率も高く、教員の多くが、本校 OB でもあることから、 人的結びつきが強く、アットホームな雰囲気が醸成されている。第三代以降の歴代校長は、本校 OB である。神奈川県内の私立中学、高校にあって、戦後生まれのミッションスクールである、栄光学園、昇光学院、サレジオ学院や、大規模新高校である、東院学園、霧光学園、仏教系の鎌倉学園、 大学まで一貫の慶応義塾学校とは異なった校風であり、私学ではあるが県立高校に似た雰囲気を持っていると言われている。制服は古くから中高ともに黒の爪襟で、かつては聖暴もあった。自主独立の精神、義務と責任の実覚、高い品位と豊かな上層を備えた、心身ともに健康で創造的な能力を持つ、 たくましい人間の育成に努める。中学と高校で異なる。中学の交渉は、浅野総合中学校の時代から受け継がれているもので、三つの A を三方位に配置し、月桂樹で形作ったものである。A は、浅野の頭文字であると同時に、一番、優秀を表し、三方位は、浅野総合中学校の総合教育である、知能啓発、地域、品乏等や、特育、 体育励行、体育の地、徳、大の標榜をしたものである。また、交渉を包む二枝の月桂樹は、朝のせいに与えられる、勝利の勘り、を意味し、そこには勝利という結果だけではなく、勝利を目指して、自らを鍛え、何度失敗しても起き上がって、挑戦をする勇気を持ってほしいという願いが、込められている。戦後、高校が設立された際に、 校に置き換えた朝野高等学校の交渉も作られた。特色として、希望大学への進学を実現するための6カ年カリキュラム、授業を基本にした効率的な指導、実績に裏付けられたオリジナルテキストの利用の3点が挙げられる。3学期制が導入されている。体育系17部、文化系12部、任意加入である。戦前から戦後間もない頃は、 神奈川県内屈指の野球の強豪校として知られ、甲子園に春1回、夏3回出場している。最高位は全国ベスト8、戦後は夏の県大会優勝1回、甲子園出場、同ベスト4が2回、秋季県大会優勝3回、春季県大会優勝1回。軌道部は近年、文部科学大臣配中学校以後、団体戦全国大会で高成績。 第3回大会はベスト8、第4回大会は優勝、第5回大会は準優勝を収めている。サッカー部、ジャグリング部、ボクシング部は全国大会や世界大会などで好成績を収め、演劇部や登山部、ディベート部も規模の大きな大会で好成績を収めている。中学、高校で単一の生徒会、浅野学園生徒会が組織されている。 生徒会役員の構成要因は、生徒会長、高校副会長、中学副会長、会計、初期の5つであり、それぞれ、毎年度10月頃、公示、1月頃投開票の、生徒会役員選挙により、翌年度の生徒会役員が選出される。なお、中学副会長は時に、浅野中学校の生徒代表として扱われ、 中学スポーツ大会の開会宣言、中学校卒業式の式辞朗読などを行うことがある。敷地内には、グラウンド、本館、中学棟、高校棟、行堂、生徒ホール、図書館、聖和書林体育館、内越アリーナ、第一広場、多目的コート、部室、クラブハウス、テニスコート、二面、ハンドボールコート、浅野総一郎沖縄の銅像がある。 地下2階、地上5階建ての高校棟は、最新機器を導入したコンピュータ室、120インチビデオプロジェクターを備えた語学演出をはじめ先進の教育環境を整えている。2007年春には、中学棟に新しくエレベーターが設置されるなど、バリアフリー化も進んでいる。スポーツ施設が各種整い、クラブ活動や体育の授業に活用されている。 2014年には、開校95周年を記念した独立した図書館、聖和書林、バスケットコート2面、バレーコート4面、バドミントンコート12面相当のアリーナ、それぞ、え、2面ずつの柔道場、剣道場、10代の大のある卓球場、1面のボクシングリング、30メートル2レーンのアーチェリー場、温水、ヒーター付けの25メートル8の室内プール、 冬場は暖房費がかかるので、使用不可を備え、冷暖房完備の体育館、内越アリーナが建設された。なおこの単育館は、県内有数の規模を誇り、アーチリー城を除くすべての施設は、公式試合を行う、際の基準を満たしたものとなっている。銅像山とは、高知の南東に位置する小高い山。頂上には、浅野総一郎沖縄の巨大な銅像が置かれている。 台座には、浅野総一郎が設立に関与した各企業名等の記された名板が埋め込まれ、彼の業績が称えられている。山頂は駐車場としても利用される広場になっており、の野沖なの開拓した景品工業地帯を見下ろせる。銅像山西側斜面には、昭和後期まで防空壕がそのまま残されていた。防空壕は、エスケープポイントして活用されていた時期もあった。 作詞、高野達之、作曲、新次清旧制朝野総合中学時代に制定された。戦時中、三番の、三尾立て道を尽くして、後に、の部分が、三尾立て国に尽くして、後に、に変更されていた。朝野学園同窓会ホームページで聞くことができる。JR 京浜東北線新小安駅、京急新小安駅より、徒歩8分。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。